からですね、始まる新 NISA なんですけど、ロールオーバーとか恒久化について結構細かいところ聞かれてますね。まあ、もちろん新 NISA っていうのは国がセミナーでやったり民間もやってますし、まあ、いろんなところがこぞってやってるんですけども、まあ、動画でも勉強できますしね、そんなにまあ、サイトで入ってくる情報でよっぽど間違ったものを選ばなければいいのかなというふうに、セミナーまでわざわざ出なくてもいいのかなと思うんですけども、いずれにしてもですね、新 NISA はですね、何をベースにこれを組み合わせて活用するかというところで、まあ、とにかく長期投資ですね、長期積み立て、で、まあ、分散、まあ、これはリスクヘッジというところなんですけれども、きちんとですね、やはり分散投資、ですね、長期積み立て投資できるものっていうのを選ぶということですよね。まあ、それに一番適してるのは今のところですね、僕がいつも言ってるですね、SP500、もしくは全世界株式のインデックス投資ですね。まあ、これはネット証券で始めるということです。フィリピンにいらっしゃる方ご相談ですね。ボホールト、